戦、よーい、てー烈風と流星、この変態を見たかったの。突撃よ、くらいなさい。よし、攻撃隊発艦しちゃって。烈風と流星、この変態を見たかったの。艦載機のみんな、お仕事お仕事、お願い当たってください。突撃よ。なあ、意外とイケてんだろ、私。結構艦載機運用能力も高いしさ。響きだよ。その活躍ぶりから、不死鳥の通り名もあるよ。いい風ね。砲雷撃戦、よーい、てー最新鋭の装甲空母の本当の戦い、見せてあげる。私と野戦しよう。手法撃て。優秀な子たち、本当の力を見せてあげて。私がみんなを守るんだから、一気に決めるで。よし、攻撃隊発艦しちゃって。突撃よ。やったー、待ちに待った野戦だ。さあ、私と野戦しよう。くらいなさい、お願い当たってください。なあ、意外とイケてんだろ、私。結構艦載機運用能力も高いしさ。黒潮や、よろしゅうな。艦隊が起動したね。戦果はどうかな。野戦には補給が必要だよね。絶対野戦してよね。約束よ。最新鋭の装甲空母の本当の戦い、見せてあげる。突撃よ。ちょっとやりすぎじゃないかしら。手法撃て。あっかー、
優秀な子たち、本当の力を見せてあげて。よし、攻撃隊発艦しちゃって。蓬莱激戦、よーい、てー提督、あなたと勝利を刻むって言ったでしょ。負けない。いい風ね。蓬莱激戦、よーい、てー。烈風と流星、この変態を見たかったの。くらいなさい。突撃よ。優秀な子たち、本当の力を見せてあげて。よし、攻撃隊発艦しちゃって。お願い、当たってください。突撃よ。やった、待ちに待った野戦だ。さあ、私と野戦しよう。くらいなさい。妻です。どうかよろしくお願いいたします。艦隊が帰投したね。戦果はどうかな。野戦には補給が必要だよね。梅雨か、偽装が痛むから。提督、作戦を実施してください。タンクが大きいと肩も凝るのよね。パンプカパーン。このままだとちょっち戦闘は無理だ。行ってみよう。朝か、少し休んでくるね。提督、私たちってさ、もう7周年なんだよ。うん、今夜は絶対野戦。そう、野戦しよう。